ホンダ CB、ホンダ CB1300 スーパーフォア CB1300 スーパーフォアは、ホンダ技研工業が1998年から製造販売する、同社の CB シリーズに属す、排気量が 1300cc クラスのオートバイである。CB1000 スーパーフォアから引き継がれたプロジェクトビッグマイナス1コンセプトに基づいた同社のリッタークラスネイキッド。 主力車種並びに CB シリーズのフラッグシップモデルである。派生モデルが存在する。欧州向け輸出仕様は CB1300 の名称で販売される。なお、本校では、派生車種の CB1300 スーパーボルドール CB1300 スーパーツーリング並びに、各都道府県警察向け白バ仕様の CB1300P についても解説を行う。 形式名 SC40CB1000 スーパーフォアの後継者種として1997年に開催された第32回東京モーターショーに参考出品され1998年3月に発売された CB1000 スーパーフォアからは以下の設計変更が行われた1998年2月10日発表同年3月2日発売 以下のカラーをラインナップ。1999年2月25日発表。同月26日発売。以下の仕様変更を実施。また4月26日には、フォースシルバーメタリック単色で前後サスペンション、調整機構やセンタースタンドを装着しない低価格使用者が89万9000で発売された。2000年1月31日発表。 2月1日発売以下の仕様変更を実施2000年9月27日発表同月28日発売以下の仕様変更を実施 CB1300 スーパー4スペシャル2001年モデルまた上述の年式とは別にプロ S10000 倍の限定モデルが CB1300 スーパー4スペシャルの社名で2回製造販売された 限定モデルは森脇エンジニアリング製マフラーを装備し、2001年モデルではチタンサイレンサー、2002年モデルではカーボンサイレンサーが採用された。なお、マフラーは出荷時ではなく車両登録後にプロステンで装着される措置が取られた。形式名 BCSC542003 年2月7日に シリーズ初のフルモデルチェンジが行われ発売されたモデルである。本モデルより海外への輸出が開始されたが、輸出モデルは製造開始当初存在していた日本国内の最高出力自主規制が適用されないため出力が異なる。先代の SC40 型からは以下の設計変更が実施された。なお、本モデルは 数度のマイナーチェンジを実施しながら2018年現在も製造販売が継続されている。本形式には以下の派生モデルが存在する。スーパーボールドア2005年のマイナーチェンジで追加されたハーフカウルを装備するモデル。高速走行時の風圧軽減と走行安定性を向上させるほか、角型マルチリフレクターヘッドライトやスモークスクリーンを採用し、 カウル内側には左右約1リットルの収納スペースを確保する。スーパーツーリング2009年12月18日に追加発売されたツアラーモデル。スーパーボルドールをベースにするが以下の変更点がある。2014年のモデルチェンジでスーパーボルドールに発展的吸収される形で生産終了。2003年1月30日発表。 2月7日発売。車体番号10万1以下のカラーがラインナップされた。7月22日にカラーバリエーションにパールヘロンブルー X フォースシルバーメタリックを追加。2004年2月26日発表。同月27日発売。車体番号11万1。カラーバリエーションを以下に変更。また、これらとは別に2003年に参戦した。 鈴鹿8体仕様の限定車 CB1300、スーパー4ドリームスペシャルが、ドリーム店のみで100台限定発売された。2005年2月18日発表、同月28日発売。車体番号12万日。スーパーボルドール追加に伴うマイナーチェンジで以下の変更を実施。2006年1月20日発表、同月31日発売。 車体番号13万日以下の変更を実施 CB1300 スーパーボルドール ABS スペシャルフレームやシートを赤色に塗装した CB1300 スーパーボルドール ABS スペシャルを最大仙台までの受注限定で3月10日発表同月31日発売2007年1月25日発表同月26日発売 車体番号14万1以下の仕様変更を実施。また、これらとは別に3月には、スーパーボルドールに黒、赤の特別塗装を施す他専用装備品を装着した無限エディションが500台までの受注限定で、無限テクニカルショップ指定店のみで発売された。2008年3月17日発表、同月18日発売。車体番号15万1。 以下の大幅なマイナーチェンジが実施された。また4月18日から5月31日まで期間、かつ500台受注限定で CB1300 スーパー 4ABS スペシャルエディションが販売された。2008年12月18日発表、同月24日発売。車体番号16万日。カラーラインナップに以下の新色を追加。 2009年11月26日発表、12月10日発売。車体番号17万1。スーパーツーリング追加に伴うスーパーフォースーパーボール、ドールにはマイナーチェンジで以下の変更を実施。2010年11月4日発表、同月11日発売。車体番号18万1。以下の変更を実施。 スーパーボルドール ABS とスーパーツーリングに2011年5月8日まで受注期間限定のスペシャルエディションを追加発売以下の専用装備が施された2011年12月20日発表2012年1月13日発売車体番号19万1カラーラインナップを以下の3種に変更また前後ホイール前後ブレーキキャリパー 左右クランクケースカバーフロントディスクインナーハブ、フロントフォークトップキャップがゴールドカラーに変更されるともにグラファイトブラックのみ、リアサスペンションリザーバータンクがシルバー塗装に変更となった。2012年モデルに追加する形で CB1000 スーパー4の誕生20周年を記念した特別使用車スペシャルエディションをスーパー4スーパーボルドールそれぞれの ABS 装着車に設定し、2012年9月28日から2013年5月7日までの期間並びに最大400台までの受注で限定販売された。同社は以下の専用装備を実施。2013年11月の第43回東京モーターショーに参考出品。2014年3月14日。 発表、同月20日発売。車体番号20万1。スーパーツーリング廃止を伴う、大幅なマイナーチェンジにより、以下の変更を実施。車体番号21万1。2015年2月20日発表で、特別使用者スペシャルエディションを、スーパー4、スーパーボルドールそれぞれの E パッケージに、設定し、同日から同年6月8日までの期間並びに、 最大300台までの受注で限定販売された。同社は以下の専用装備を施された。2016年3月10日発表、同月18日発売。車体番号22万日。以下のカラーリング変更を実施。また、同年4月11日発表、同月18日発売で。 受注期間台数を発表日から6月1日まで、合わせて250台までとし、スーパー4スーパーボルドールの E パッケージをベースに、以下の仕様変更を施した限定モデルスペシャル、エディションを追加。2017年10月19日発表。同月20日発売。車体番号23万1。以下の変更を実施。2018年10月19日発表。 同月26日発売。車体番号24万日。ETC 車載機を2.0へ変更した上で以下のバリエーションモデル追加並びに標準モデルのカラーリング変更などを実施。2020年12月21日発表。2021年3月18日発売。2009年から納入開始された白バイ仕様。 車名も CB1300 であり、スーパーボルドール2008年モデルをベースにするが、形式名が EBL SC62 となる別車種で SC54 とはいかに示す主な相違点がある。またベースモデルのマイナーチェンジに合わせての変更も実施されており、2014年モデル以降でも5段、マニュアルトランスミッション並びにハロゲンヘッドライトを 引き続き搭載するもののサイレンサー形状を変更。さらに、平成28年に輪車排出ガス規制適合車となった2018年モデル以降は、形式名を鬼 BLSC62 へ変更し、継続生産されている。2021年モデルから市販車同様に LED ヘッドライト、ウィンカーを装備する。ありがとうございます。